ガリア。ガリアとは、ガリア人、ケルト人の一派が居住した地域の古代ローマ人による故障。古典ラテン語での正確な発音はガリア。フランス語ではゴール。具体的には、現在のフランス、ベルギー、スイス及びオランダとドイツの一部などにわたる。元来のガリアは、イタリア半島北部であったため、地域、地理上の概念としての ガリアとルマの属州、行政区画としてのガリアとは同一ではない。近代にはフランスの画唱として使われるようになる。現代にリシャ語のガリアはフランスのことである。地理上の概念としてのガリアの起源は紀元前4世紀に遡る。イタリア半島北部に押し寄せて定住した部族集団をローマ人はガリア人と呼び、 ガリア人の居住するイタリア半島北部がガリアと呼ばれるようになったのが始まりである。ローマ人が領土を拡大するにつれ、ガリア人と同系統の諸部族がアルプス山脈の西方、北方に多数住んでいることが知られるようになり、それらの地域もガリアに含まれるようになっていった。やがてイタリア半島北部はローマに制圧され、属州となった。イタリア半島北部は、 ガリア・キサルピナ、アルプスのこちら側のガリア、またはガリア・キテリオル、こちら側のガリアと呼ばれた。ローマ化が進んだ後はガリアと型、東が沖きイコール、純ローマのガリアとも呼ばれた。この地域はローマ帝政初期には本土、イタリアに編入されてガリアから除外されるようになった。これに対してアルプスの西側、北側のガリアはガリアとランサルピが アルプスの向こう側のガリア、またはガリアウルテリオル向こう側のガリアと呼ばれた。このガリアは共和制末期から定成期にかけてはおおよそピレネー山脈、地中海、アルプス山脈、ライン川、大西洋に囲まれた地域を指し、その大半は森林地帯であった。現在、ガリアと呼ばれるのはこの地域であることが多い。競技には ガリア・トランサルピナは、ガリア戦争以前に、ローマの属州であったフランス南部を指す。それより、北方のローマ化していなかった地域は、ガリア人の挑発の習慣から、ガリア・コマダ、挑発、のガリアと呼ばれていた。最初に、ローマの属州となった、ガリアは、ガリア・キサルピナで、アルプス山脈の南からルビコン川、アペニン山脈の北の地域であった。アウグストゥスの時代に、 ガリア・キサルピナは、本土イタリアに編入され、以降、ガリアとは呼ばれなくなった。また、通常、地域としてのガリアにも含まれない。ついでローマが、アルプスの西側で設置した属州が、ガリア・トランサルピナで、ローマの属州としての、ガリア・トランサルピナは、カエサルのガリア遠征、ガリア戦争以前に、ローマ支配下に、あ、地中海岸沿いの現在の南フランスにあたる。 地域であった。ナルボ、現ナルボンヌを中心とした、この地域には、ギリシア人が多く住んでおり、ヒスパニアへの通り道と呼ばれる、ローマにとって重要な地である、イベリア半島への回廊であった。アウグストゥスの時代にこの属州は、ガリアナルボネンシス、ナルボ、ノガリアと、名が改められた。ガリア・キサルピナとの種族の違いから、ガリア・ブラカタ、ズボン、 を履いたガリアと呼ばれる場合もある。ローマの属州であったことから、現在のプロバンス、地方の名があることはよく知られている。紀元前58年、ガイウス・ユリウス・カイサルがプロコンする執政官代理として、ガリア・キサルピナとガリア・トランサルピナの属州総督に任官され、以後の初遠征、ガリア戦争、前58年前51年において北進して、 ガリアのほぼ全土を制圧して、ローマの属州に編入していった。カエサルがガリア戦争について表したガリア戦記によれば、ガリアはケルト族、ベルガイ族、アックイタニア族の居住地に散分される。ローマ定政記にはこの考え方をもとにして、次の三つの属州が設置された。フランスの北部、中部には、競技のケルト人、ガリア人が居住すると言われ、ガリアケルティカ、 または、長髪のものが多いことからしばしば、ガリアコマタと呼ばれていた。その大半は、ローマ帝世紀には、ルグドゥヌム、現、リオンを中心とする俗州ガリアルグドゥネンシスに編入され、ローマ文明の需要の中心地となった。ケルト系、ゲルマン系の区別が不詳な、ベルガエ人が居住すると言われ、ベルギウムとも呼ばれた土地には、ローマの俗州ガリアベルギカが設置された。 現在のフランス北部からベルギー周辺に相当する。が居住すると言われたフランス南西部はアクイタニアと呼ばれガリアの一部と考えられていた。ローマ化以前はガロンル川の南部を指したが、属州としてのガリアアクイタニアはガロンル川より機体を大きく超えて設置された。現在のアキテーヌ地域圏に相当する。のローマにおいてガリアは時に ローマの支配に対する反乱も起こしたが、概ね平穏を保ち、税収面等で帝国を支えた。ガリアでは、ローマ文明が浸透し、ローマ化が最も浸透した地域の一つに数えられ、独自のガロローマ文化を形成した。ガリア語は遅くとも4世紀までには、死後となった。現在のヨーロッパの都市のいくつか、ケルンなどはこの時作られたローマ式の都市を起源としている。 その後、ゲルマン人の一派であるフランク人が流入し、ガリア人の影響を受けて、ガリア化した。ガリアでは、ケルト人とゲルマン人が混従していたと考えられ、一口にガリア人と言ってもどちらなのか、厳密に区別しかねる部族も少なくない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。